HE50HE50 HE はドイツのハインケル社で製作され、第1次世界大戦と第二次世界大戦の間にドイツ空軍等で使用された単発の爆撃機である。元々は日本海軍からの発注による水上、陸上用の急降下爆撃機として開発されたが、国防省が同時に発注した増加施策型がドイツ空軍に採用された。 ドイツ空軍発の正式急降下爆撃機で HS-123-187 が登場するまで第一戦部隊で使用された。1931年に日本海軍は 250kg 爆弾搭載ができ、カタパルト射出が可能な水上、陸上用の急降下爆撃機をハインケル社に発注した。ハインケル社では1931年夏に試作1号機を 完成させたが、その改良型に国防省が注目し増加試作機3機を発注することとなった。増加試作機は 650HP の空冷エンジンに金属製3枚バネのプロペラを有したハフバリの副容器で最大5 0 0ラムの爆弾を搭載することができた。テストの結果は優秀で、1933年に正式採用され、約60機生産された。 その後、エンジンにカウリングをつけるなどの回収をした方も、若干数生産された。HE50 は、ドイツ空軍発の正式急降下爆撃機だったが、構造的には旧式の機体で HS、HS123 や j 87が登場すると、すぐに第一戦部隊から引き上げられて、訓練用に使用されることとなった。しかし、 第二次世界大戦中の東部戦線において夜間侵入爆撃任務に旧式の機体が大量投入されるのに伴い、本機も1943年春から夜間爆撃任務に就いた。この任務では1944年夏まで現役であった。日本海軍からの発注に伴う HE50 試作第1号機は総フロートを持つ水蒸気だったが、 エンジンの馬力不足が目立ち操縦性も不安定だった。この機体はその後のテスト中に事故を起こし大破してしまった。その後エンジンを強化した陸上型の2号機を経て主脚やカウリングを改良した3号機が輸出用に完成した。この機体は HE66 と解明され日本へ輸出された。これを艦上で運用するために回収したのが94式艦上爆撃機である。 また、中国国民党軍向けにも、同じ方とエンジンを強化した方が合わせて24機1934年から1936年にかけて輸出された、バーチャルエアクラフトミュージアム。ありがとうございます。